この質問に答えるっていうこの動画ですけど、あの、なんて言いますかね、僕の主観なので、もしかしたら、皆さん方が望んでいる答えにならない可能性もあるんですけど、それはまあお含みを置きいただきたいっていうことをまず最初に述べさせていただいて、で今の質問ですけども、やっぱり自分ごとにならないっていうことだと思うんですが、その大人の特別活動の理由っていうのは2つあると思うんですね。で、一つはやはり例えば自己肯定感が低いとか、まあもう下手したら鬱になっちゃってるとか、でそういう時にこうどういうふうにその人をこう回復させていくのか、もしくは、まあ僕の言葉で言うとそういった状態をやめるのか、あともう一つはやっぱりコミュニケーションっていうものをどういうふうに円滑にしていくのかっていうことだと思います。なので一番のおすすめは、まあ組織であるとしたら、その人の物語を、取材して、それをポスターなり、まあ、映像なりにしてこうみんなで共有する。でそれはその人だけじゃなくて、まあ、できればその組織内のチーム全体でそれをやり合うっていうようなことをやると、ああなるほどそうなんだ、あそういうふうに思ってんだ、あそういうふうな生い立ちなんだねっていうことを、まあ共有できるとですね、なんていうんですかね、こうその人の認知開発力も上がりますし、集団の相互認知を寄せ、お互いよく知ってるって感じも高まってくるっていうふうに思います。そうですね、あの参考になる本っていうのはいくつもあると思うんですけど、自己肯定感っていうことであれば、野口春近という人がいるんですけど、この人の著書を読むのはいいかなと思います。まあまあ、もうある程度に言うと僕の師匠のお父さんなんですけどね。あのただその本が、ちくま書房で売ってるのは風の紅葉とか生態法入門ってちょっとこう難解な本なんで、あのね、前世者って、あの全部の前に生きる、まあ、者っていうのを引いてもらうと、そこにこう出てきます。そこの中に例えばですね、健康生活の原理ですとか、まああのね、値段の一番安いのがありますよ。それをあの、まあ、2、3冊買うといいかなと。風声名簿っていう言葉が、あの本があって、でこういうのを見ると、おなるそらそうだよなって思うような言葉がの載ってます。でこれはおすすめですね。この前ちょっとお伝えした正座の仕方であるとか、まあ、腹を練るって言いますけども、その自分の中に中心があるっていうことが大事です。でそれは人の言うことを聞かないっていうのは、まあ、この前も少しお話したあの、自己肯定感の4象限の頑固の部類に入ってしまうんで、そうではなく、人の話を聞いて、おなるほどなってこう思えるような、でそれがたとえ自分に批判的な、まあ、ことであっても、そういうふうなふうに捉えられることもあんのかっていうぐらい、こう応用にこう受け入れられるっていうのは、やはり身体能力なんですよね。でこの身体能力っていうのは腹筋やったりしてもこれつかないんで、あの要は腹を練るっていう方法があるんですよ。でこれに関してはまた、少しずつこの「愛でよろしく」っていうこのシリーズでお話しさせていただこうかなと思います。でも具体的にね、どうしたらいいのかっていうのはあると思うんで、なるべくさこの前 お伝えしたあの座り方、あれをこうなんていうんですか、あの意識して座るようにして、腰がこう反った状態で、座骨がこう椅子に引っかかってる、でかかとは座骨の真下に来るみたいな感じの座り方を心がけるといいと思います。あと歩く時に、こう足中のところでもちょっと話しますけど、こう掴んで、こう掴んで離して、掴んで離して、掴んで離して、靴の中なんてちょっとね難しいんですけどね、そういったことを意識してあの歩くようにすると、これ自然に、丹田って言われてるところなんですけどね、そこにこう、ある種の集中感みたいなものがこう生まれるようになります。で自覚できなくても、
掴んで離して掴んで離してってやるとできてるんで、そうすると自然にそれが無意識のうちに自分の腹ができてくる、腹を練るっていうことにつながると思います。もちろんもっとたくさんあるんですよ、練り方にしては。でもそれはもうちょっとなかなかね、いっぺんにも教えられないし段階もあるから、そういうことを実践してみていただけたらいいかなと思います。やらなきゃいけないこととやりたいことっていうのがあるっていうだけでもありがたいことですよね。やりたいことがないっていうことで、困ってるっていうか、悩んでるっていうか、こうふわふわしてるっていう人も結構多いので、でそれが例えばちょっとシチュエーションがわからないんでうまく言えないですけども、本当はこういうことをやりたいのに仕事でそれとは真逆のことをやらなきゃいけないとか、そういうことであれば仕事辞めた方がいいと思います。でやりたいことっていうものをもっと自分なりに構造分析して、でそれと今やらなきゃいけないことっていうものも構造分析して、でその中にある共通したものであるとか、あとは相反するものみたいなものを少しずつ自分で書き出してですね、そしてその関連性をもう見出していくって訓練をまずはしてみていただきたいと思います。そうするとやらなければならないことっていうものが本当に無意味なのかっていうことがこう自覚できるようになってくると思うんですね。僕の経験上本当にやりたくないけどもしょうがなくてやらなきゃいけなかったってことを何年間かやった経験があるんですよ。でそうしたらね、次のステージやってきた。つまりそれをやらなくて良くなったってことなんですけどね。要はやりたくない、もしくはやらなければならないってことに対して全力発揮で立ち向かうんですよ。全集中でとにかく自分のできる最大限をそれに注ぎ込むわけ。そうすると次のステージが来るんですよ。でなぜかっていうと、これ簡単な原理だと思います。今振り返ってみると、全力発揮してそのやらなきゃならないことをやったっていうことで自分の能力が上がったんですね。で自分の能力が上がったん で次のステージがこう見えてくる、もしくは次のステージにこうなんか乗っていくようなそういった動きが起こるっていう、不思議っちゃ不思議かもしれませんけども、まずはやっぱり自分の能力をいかに上げるか。で好きなことっていうと幅狭くなっちゃって、その狭い範囲だけでこう能力上げるっていうのはもちろん一つのやり方だと思いますけども、やっぱりね、多様な能力を持ってた方がその好きな能力っていうものに対してもやっぱその周りからこう力がこういうふうに集まってきますから、とにかくまず全力発揮、真っ向勝負してみる。でどうしても嫌だと思ったらもうとっととやめた方がいいと思います。それはそうですね、それも無数にあるんですよ。なんだけど、基本的なところから僕の講座を受ければ、いろんなことが段階的に分かるんですけども、もう今どなたでも実行できるってことを考えると、今やってること、一つの言葉、例えば文章みたいなものを言い換えていくっていう、そういう訓練をされたらいいと思います。例えば愛、よく高校生なんかにね、こう僕言い換え、見立て、つなぎ替えって技術があるんですよ。でそれは物事の捉え方を、多様にしていく、つまり脳がこれはこうだって思い込んでるものをこう外していくっていう、そういう遊びですよね。遊んだ方が能力上がるんで、もう必死に遊んでもらうんですけど、例えば高校生たちに「じゃあ愛を言い換えてくれ」とか言うとですね「え、愛ですか、愛、大事にすること」みたいな。大事にすることね、じゃあ大事にすることを言い換えて大切にすることってもう似てるねみたいなとこから始まってですね、で大切にするって、じゃあ例えば大切にするってどんなものを大切にするの、好きなことを大切にします、好きなことを大切にする、じゃあ好きって何、好きっていうのはじゃあ好きなもん何、バナナ、もうバナナだね、じゃあバナナを言い換えるとみたいな感じでどんどん違うジャンルになっていく。もう勝手にこっちでそのなんていうんですかね、停滞するんですよ。どうして停滞するかっていうと、なんかね、愛とバナナがつながっていいっていう感覚がないのね。つながったらそれ逮捕されますか、日本っていくんで。なわけないでしょ、
脳の中をどれぐらいこうなんていうんですかね、こう、ゴミだらけなのよ。まあゴミっていうかな、なんちゃかな、こう道っていう感じのものができちゃって、その道を通るようにしてくださいってなってるんだけど、本当の価値はその道を外れたどっかの草むらに入ってたりするわけ。そこに出会うためにはやっぱりもうどんどんあっち行ったりこっち行ったりっていうそのセンサーをこう働かせなきゃいけないでしょ。でそのためにはその今言ったみたいな言い換え、見立て、つなぎ換えで、見立てっていうのはまあ参考まで言わせていただくと、例えてみるってことです。メタファーだね。こう例えて言うとっていうことを言ってみると、まあ面白くなると思います。例えば愛を例えると、愛例えてみてください。どうですか、例えてください。例えるってことはまるで何々のようなっていう、まあこういうようなまあ感じで、まるで何々のような愛って言ったら何ですか。まるで、お母さんの優しい眼差しのような愛。いいですね、そんな優しいお母さんに育てられてみたいな、そういう話だけども、まるで何々のような、もふもふの羊の毛のようです、もう愛かもしれませんね、うん、っていうような感じで、つなぎ替えっていうのはもうこれは例えば私はあなたを愛していますっていう文章を、愛していますあなたを私はでこう、まあちょっとつなぎ替えるだけでこう印象変わってくるでしょ。でそれにテニオンハを変えたり、まあ、入れたりで抜いたりで別の単語を入れたりって、まあ、そういう感じですよ。でこういうことを日常的に練習されると、まあ、文章の訓練にもなるし、あと脳がやっぱり活性化するんで、その脳 の, その道なんかないんですよ、脳の中に本当は。いやそれはあるんだけど、もちろんなんだけど、こうそのこれが道だと思ってるもの以外のところにその新しい価値ってのはあるわけじゃないですか。だからそこをやっぱり見出すためには、まあ、言い換え、見立て、つないかえを練習してみたら面白いと思います。そうですね。なんかこう、まあ、どちらかというと4象限のここっていうのはあるじゃないですか、自分でも。だけどそれはやっぱり時と場合によって全然変わりますよね。なので、どこかにずっといるってわけじゃなくて、この前もそのお話ししましたけど、まあ、なんかいろいろ移動したり、あとあれなんか5番で、ね、方眼紙の目みたいになって、まあ、今この辺とこの辺とかこの辺みたいなね、でそういうのがあると思います。なのであとただ頑固な人はダメかっていうと必要な時もあるんですよ。で優柔不断な人がダメかっていうと必要な時もあるんですよ。これでそのなんて追従者、まあまあ例えばこうね、自分がもうなんかしっかりした感じが弱いから、こうなんか誰かにこう寄りかかる、これはあの4象限で言うと一番、左下の追従者って僕が書いたところですけど、これもいります、必要。みんながルフィである必要ない、だけどルフィにもなってもらいたい、でそういうような感覚でいられるといいと思います。でそれが自由に動いていいんだ、どこにいても役に立つっていうような、なんかね関係性がこうできて、お互いそのことを理解してるっていう人たちがこうあら揃うと、まさに麦わらの一味みたいなパフォーマンスの高い集団がこうできるんじゃないかなっていうふうに僕